こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。さあ今回はですね、今シーズン一番人気の FNTC、 こちら TNTC を紹介します。この TNTC はどのような方に乗ってもらいたいのかというと、まず最初にグラトリ初心者のあなたに乗ってもらいたい1枚になっています。そしてグラトリだけではなく、カービングもラントリも楽しみたいと思っているあなたにもおすすめです。そして最後に、これからいろいろなスノーボードを楽しみたいと思っているスノーボード初心者のあなたにもおすすめです。この TNTC は何でもできるオールラウンドボードです。しかしながら、今まであったオールラウンドボードとは違います。今までのオールラウンドボードは中上級者向けの設定のものが主流でした。パークでジャンプをすることが前提に作られ、なおかつカービングでスピードを出した時でも安定するように作られていました。なおかつ不整地のようなボコボコした斜面でも滑ることができるという考えが主流だったため、硬くて安定感重視の糸がほとんどでした。しかしながら、この TNTC はスノーボード業界初のグラトリのやりやすいオールラウンドボードです。パークのことは一回忘れて、グラトリのやりやすさを中心に考え、なおかつカービングやラントリもね、上手くなるように、そしてスノーボード全体を楽しめるように作ったのがこの TNTC です。だからこの TNTC は柔らかくって軽いんです。スノーボード初心者の方でも扱いやすくて、ターンを楽に練習できるように作られています。私はこの TNTC がスノーボード人口を増やしてくれる、そんな夢のある板だと信じています。なぜかというと、これだけ乗りやすいのにとてもコスパが良いからです。パークには入らないんだけど、グラトリには興味がある、でも今持っている板は硬くてグラトリがやりづらいんだよね。とはいえ、グラトリ専用の高価な板を買うのはちょっと難しい。どうせ買うなら1本で何でもできる板が欲しいなと思っている人、今増えていると思います。そんなあなたにぴったりなのがこの TNTC です。それではこの TNTC のおすすめポイントを3つ紹介したいと思います。1つ目、ターン性能が高くて練習しやすい。2つ目、グラトリがやりやすい。そして3つ目、コスパが良い。それではこの TNTC の魅力をさらに深掘りしてお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、この TNTC がなぜそんなにね、ターン性能が高くてターンを練習しやすいのか、そちらのね、理由について説明します。まず1つ目の理由は、ウエストが細いからです。ターンをするためにはこのように板を立てていく必要があります。 TNTC はこの板のくびれの部分、ウエストが細くできているため、ちょっとした重心移動で簡単に板を立てることができます。そうすることによりエッジが雪面に食い込み、綺麗なターンを描けるようになっています。ウエストが細いことでターンからターンの切り返しも楽に行うことができます。また細い板は低速でも扱いやすいのが特徴です。もう一つ、ターンが練習しやすい理由は、板が柔らかくってターン弧を小さくできることです。小回りの効いた小さいターンをするためには、このように板が柔らかくたわんで雪面を捉えていく必要があります。板が柔らかいので、脚力に自信のないあなたでも簡単にたわませることができます。板がたわみやすいので、初心者の方でも低速で小回りの効いたターンが可能です。とはいえ、板が柔らかいだけではスピードが出た時、雪面が荒れてきた時に板が暴れてしまいますので、この TNTC に関してはノーズに張りを持たせていますので、その板の暴れも抑えてくれるようになっています。ターンが練習しやすい理由3つ目は、可変キャンバーを採用しているからです。可変キャンバーというのは、板がアーチ状に沿っていて、板全体がバネになっている板です。なおかつフラットに板を置いて荷重をかけた時に、板の先端が浮いてくれて、雪面に触れている板の全長を短くしてくれる、そんな性能を持っています。雪に触れている全長が短くなることで、板をずらしやすく、スピード調整がやりやすくなります。なおかつターンをするとき、板を立てていくと雪面に触れている板の全長が長くなる特徴を持っているので、エッジグリップ力を上げ、安定感のあるターンができるメリットがあります。このように可変キャンバーは、板を立てていくと安定したターンを練習することができる、そして板を寝かすと板をずらしてスピード調整ができる、まさしくスノーボード初心者の方がこれからターンを練習するのにね、もってこいの形状になっています。ここまではよろしいでしょうか。それでは次の TNTC のおすすめポイント、グラトリがやりやすい、これの理由についてね、解説していきたいと思います。
まず一つ目、この TNTC は柔らかくってしなりやすいといった特徴を持っています。 TLTC は足と足の間が柔らかいセンターフレックスを採用していますので、乗る踏むといったプレスなどの基本動作がやりやすいようになっています。さらにこの柔らかさから強い反発を生み出すことができます。これはオーリーノーリーで高さを出しやすいようになっています。 TNTC は反発のタイミングも合わせやすいように作られていますので、初心者の方でも扱いやすいようになっています。そして TNTC は可変キャンバーを採用していますので、キャンバーのバネから強い反発をもらうことができます。さらに可変キャンバーは板をフラットにして荷重するとずらしやすいという特徴から、グラトリのドライブなどの技もやりやすくなっています。さらに板を立てることで板の先端までしっかりエッジをグリップさせることができるので、グラトリに必要な足場作りもバッチリです。このように可変キャンバーがグラトリ性能とターン性能を両立させてくれています。そして忘れてはいけないのが軽さです。めちゃくちゃ軽いです。 TLTC は板が薄くてなおかつ細いので、板全体が軽くできています。さらに独自開発した軽さと耐久性を兼ね備えたトップシートを採用しています。このちょっとザラザラした質感、珍しいと思いませんか。なおかつ板のセンター部分にハニカムコアを入れることによってさらに軽量化しています。ハニカムコアというのは蜂の巣状の空気の層です。この空気の層、ハニカムコアを入れることによって軽量化、そして反発をさらに増して振動抑制まで行っています。このように TNTC はオールラウンドボードでありながら、グラトリがやりやすいようにってことを中心に考えて作られています。ここまではよろしいでしょうか。それでは TNTC の3つ目のおすすめポイント、コスパがいい、これの理由についてね、お伝えしていきたいと思います。この TNTC はメーカー小売価格税抜きで57,000円です。60,000円を下回っています。めちゃくちゃお買い得ですよね。今シーズンレンタルボードを卒業したいなと思っているあなた、そして3点セットからもっと乗りやすい板に買い替えたいなと思っているあなたでも負担にならない価格だと思います。浮いた予算でバンやブーツを買い替えるのもありだと思います。その分でいっぱい滑りに行って上達すれば、もっともっとスノーボードが楽しくなります。ではなぜこの TNTC がそんなにコスパがいいのか、その秘密をお伝えします。それは歴史ある親ブランドファナティックの技術を継承して作られていますので、ハイクオリティでありながらコスパ最強の板が実現できています。さらにファナティックと同じ会社で運営することによって大幅なコストカットが実現できています。正直 FNTC が単独ブランドであった場合、この価格で提供することは不可能です。そして板の構造的な部分でもコストを抑えている部分があります。それは滑走面の素材です。初心者の方でもメンテナンスがしやすく、コストパフォーマンスに優れているエクストルーテッドっていう素材を使っています。正直スピード競技などをやっている人たちにとっては満足できないソール素材ですが、私の滑っている動画を見ていただいて分かる通り、一般の方がスノーボードを楽しむ上では十分なスピードが出ます。このソール素材の欠点としては、少し柔らかいためアイスバーンやザラメを滑った時に滑走面のエッジ周りが白く毛羽立ってくることがあります。そんな時はスノーボードショップなどに売っているファイバーテックといわれる研磨剤入りのスポンジで毛羽をきれいに落とすようにしてください。またワックスをマメに塗ることで毛羽立ちを軽減させることができます。メンテナンスが簡単な素材ではありますが、メンテナンスを行うことでさらに長持ちすることができますので、どうせ使うならメンテナンスをこまめにやって長持ちさせていきましょう。コスパが良い3つ目の理由、それは私が乗っているからです。3シーズン前、私はこの TNTC をメインボードとして乗りながら開発しました。初心者の方が乗りやすいのはもちろんですが、グラトリ、カービング、そしてラントリ、私が満足できるように作り上げました。昨シーズンは私のカメラマンもこの TNTC をメインボードとしていたぐらい乗りやすいです。価格が安いだけではなく、性能もおすすめできる、そんなコスパ最強の板に仕上がっています。とはいえこの TNTC にもデメリットはあります。デメリット1つ目、それはグラトリ中上級者向けの方にはね、ちょっと物足りない作りになっているというところです。ですからグラトリ中上級者の方であれば、キャンバー好きはこちら SOT、 そしてダブルキャンバー好きならこちら CAT をおすすめします。そして急斜面をカービングでがっちり攻めるようになってくると、さすがに TNTC だとちょっと物足りなくなってきますので、そんな方にはこちら、
私が今メインボードに乗っております DCC、 こちらをおすすめします。そして TNTR の方がずらしやすく、また反発のタイミングも合わせやすいため、グラトリ初心者の方でグラトリを中心にね練習していきたいなと思っている方に関してはこちら TNTR をおすすめします。以上となります。 TNTC は昨シーズンからね爆発的に人気が上がってきました。そのため今シーズンからなんと4色展開に増えました。非常に乗りやすく、なおかつコスパが良いので仲間内でおすすめし合って一緒に乗っているって方が増えています。仲間同士で乗るときは色違いを乗るとねさらに楽しめると思いますので、ぜひご検討よろしくお願いします。カラーバリエーションは今回紹介したこちらオレンジとブラック、そしてグリーン、ホワイトがあります。 TNTC は私が大好きな板です。3シーズン前この板の開発が始まったときとても楽しかったのを覚えています。この板に乗ってから一気にカービングが上達しました。なおかつグラトリもやりやすかったため、カービングとグラトリを合わせたラントリがねめちゃくちゃ楽しくなりました。急斜面ではカービング、緩斜面ではグラトリ、そしてグラトリとカービングを合わせたラントリも楽しみたい、山全部思いっきり遊びたいよっていうあなたにおすすめの一本に仕上がっています。ぜひあなたもこの TNTC に一緒に乗って思いっきり楽しんでいきましょう。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。